大徳寺は、京都府京都市北区紫の大徳寺町にある寺院で、臨済州大徳寺派の大本山である。三号は、流鳳山。本尊は、釈迦如来。会期は、大東国史、宗宝明朝で、小中二年に正式に創立されている。京都でも、有数の規模を有する禅宗寺院で、境内には、仏殿や報道をはじめとする、中心仮覧のほか、二重家。 寺を越える達中が立ち並び、近世寺院の雰囲気を残している。大徳寺は、多くの瞑想を排出し、茶の湯文化とも縁が深く、日本の文化に多大な影響を与え続けてきた寺院である。本坊及び達中寺院には、建造物、庭園、障壁画、茶道具、中国伝来の書画など、多くの文化財を残している。なお、大徳寺本坊は一般には、 非公開であり、達中も非公開のところが多い。大徳寺の海祖である前奏、周法明朝は、公安五年、張馬国に同国主語、赤松氏の合心、浦上氏の子として生まれた。十一歳の時、地元の大委員である諸社山園教授に入り、天台宗を学ぶが、後禅宗に目覚め、鎌倉の高峰県比、京の南浦嗣脇に参戦。 南浦嗣具明が鎌倉の県庁寺に移るに従って、周法も鎌倉入りし、特治二年に主から因果を得た。その後数年京都東山で修行を続けていた周法明朝は昭和四年内主元王元年に、同郷の赤松縁信の帰還を受け、落北紫の後に衝動を建立した。これが大特寺の起源という。花園上皇は周法に帰還し、 小中2年に大徳寺を祈願書とする院前を発している。寺院としての形態が整うのはこの頃からと考えられる。五代醐天皇も当時を保護し、建武元年には大徳寺を京都合山のさらに上位に位置づけるとする臨時を発している。しかし建武の申請がが介して足利政権が成立すると五代醐天皇と関係の深かった大徳寺は、 足利将軍家から軽んじられ、五山から覗かれてしまった。四徳三年には、実説の再会に近い第九位となっている。このため、第26世様相集が外は、影響三年足利政権の日ごと統制下にあって、世俗化しつつあった五山実説から離脱し、座禅修行に先進するという独自の道を取った。五山実説の寺院を、僧林と称するのに対し、 同じ銀在州寺院でも、大徳寺や、明神寺のような在野的立場にある寺院を、林下という。その後の大徳寺は、貴族、大名、商人、文化人など幅広い層の保護や支持を受けて栄え、室町時代以降は、一級僧人をはじめとする瞑想を輩出した。和び茶を創始した、村田樹港などの東山文化を担う、者たちが一級に参戦して、以来、大徳寺は、 茶の湯の世界とも縁が深く、竹の女王、千里宮、小堀縁集を、はじめ多くの茶人が大徳寺と関係を持っている。また、国宝の達中両行為密案など文化財に指定された茶室も多く残る。このため京和らべからは、病心寺のソロ盤面、東福寺のガラン面、県仁寺の学問面などと並んで、大徳寺の茶面と日に暮られた。 京徳二年の火災と応仁の乱で当初の画乱を消失したが、一級総順が堺の豪将らの協力を得て復興。近世以降も豊臣秀吉や諸大名の帰依を受けた。江戸時代初期に幕府の統制を受け、元十字の高僧、拓安双方が死意事件で流罪の圧迫を受けたが、三大将軍、家光が拓安に帰依したこともあって、 幕府との関係も後に回復した。近世には、24途中、60両者、コ安あるいは、24途中、順達中59境などと呼ばれ、松寺は25カ国284字、松寺の達中134位を数えるほど栄え、主因地は2011国余りを有した。この広大な治療が大徳寺の経済的、基盤であったが、明治維新後の常知令によって、 多くを失ってしまう。なんとか道具を維持するため、明治11年、達中13時を合併、4時を節縮み、20時を永続達中とする縮小を行うものの、寺運は栄え京に至っている。直指門三門、仏殿、報道がほぼ一直線に並び、これら中心仮覧の北、南、西に20か、寺以上の達中寺院が並ぶ。大徳寺は、 タ中二十四24を有する。2015年現在、大部分のタ中で、一般産経を認めておらず、常時配管可能なタ中は、流言院、随法院、大仙院、高等院の4会院である。旧タ中、観音猿鶴図南総時代巻谷筆、大徳寺所有の国宝、重要文化財は、以下の通り。以上の国宝の解説は、記出。式松図。 かの丹有質要流観論像高麗時代、五代醐天皇像扶養図伝真北二筆千里、旧筆扶養図天文天居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大全別館による、ありがとうございます。